ガクトうんとテレビチャンピオンっていう番組がテレビ東京に昔あったんですよね。さかなんさんが割と有名になったのでいろいろその詳しい人を集めてそのクイズだったりなんかコンテストみたいなのやって優勝を決めるっていうのがあるんですけどでやっぱりそのガチの専門家が争ってる感を出した方が番組の構成として面白いのでヒントを実は出してるんですよ。 某大食いを選手権で優勝したのかな上位まで行った人なんですけど、次回問題出立範囲って大体こんな感じなんですよみたいなの、実はヒントを言ってくれて、で、そのヒントを元に調べて、次の収録に行くと、割と正答率が上がるみたいなのがあるんですよ。なので、普通そんなのわかんないよみたいなのを答えるから面白いっていうのがあったんですけど、実はあれはそういう構造にしてたりするんですよね。 なのでその番組って面白そうに見えるというのを出すことで視聴者が喜ぶために番組が成立していてその厳密に科学的に識別ができる優秀な人を集める選手権大会ではないのですよなのでそのじゃあその高いワインが分かるかどうかみたいなのはその要はソムリエのコンテストとかに行けばその目隠ししてやりますけどそうじゃない形でやってるのはやっぱりその演出の部分はどっかにあるんじゃないかなだってテレビ局がやってるんだろうもんっていうふうに僕は思いますはい真実は分かんないですよ GACKT さんもそうなんですけどその GACKT さんとしてなんかあの。 芸能人格付けみたいな番組でなんかそのセンスがあっていろんなもの識別感があるよねみたいなところがあってそので役者とかもやっちゃったりやっぱ才能があって優秀だよね GACKT さんってなるんですけどじゃあで歌もできる人であってじゃあ GACKT さんの代表曲何ですかあの人の歌って誰が知ってますかっていうと実はファンぐらいしかあんまり歌知らなかったりするのでいろんなタレントとしての才能がある人っていうのが GACKT さんだと思うので,で僕は矢沢永吉さんもそういうタイプだと思うんですよね。 ライブを盛り上げるとかそのファンが喜ぶ形っていうのはすごいうまいと思うんですけど純粋に曲の良さだけで戦うとそこまで能力値が高いわけではないということなのかなというふうに思ってますけど、はい、あの矢沢さんに怒られそうですけども番組作る以上やらせって必要だと思うんですが飲みますか、まあ、ノンフィクションみたいなドキュメンタリーですとかそのテラスハウスもリアルタイムリアルタイムショーですみたいな要は「やらせをしてません」って言っといてやらせをやってるのが問題なんですよ。番組でああるる以上やっぱりある程度その視聴率を稼ぐためには それなりに面白い場面作らなきゃいけないとかその盛り上がりを作らなきゃいけないっていうのがあるのでどんなバカでもある程度演出は発生しちゃうんですよ例えばじゃあドキュメンタリー撮りますテレビ流しますって言ったらプロデューサーの OK を撮ってこういうプロジェクトですっていうのである程度その見込みがあって OK をもらってるのに全然違う話になったら困るじゃないですか。 じゃあそのリアルタイムショーとかでもなんかじゃあ男女の恋愛を見せますって言ってるのに誰一人恋愛が起きませんだってみんな装飾だもんって言ったら番組成立しないじゃないですかなので働いてる人はなんとかうまくいく方向で動いちゃうんですよ人間って で、これって別に悪意とかじゃなくて、こういう風なものを作ろうと思ってるから、ちょっとでもそっちの方向になるように努力しようって人は努力してしまうんですよ。本当にダメ野郎だけが集まってたら、何の努力もしないで、何も発生しない、何も面白くないリアリティショーになるかもしれないんですけど、それだってやっぱり視聴率取れない可能性高いじゃないですか。僕が昔関わってたニコニコ動画っていうサイトで、あの、焚き火をひたすら映すって本当にしょうもない企画があったんですよね。あれ、今でも結構見られるんですけど、そう、焚き火映すだけで何もしないっすって、 かじゃないとできないんですよ。だって人って努力したくなるじゃないですか。最近のニコ動だとなんかその焚き火に何かを入れるみたいな選択肢とか出てきちゃうんですよ。なんかねちょっとね人はね何か努力をして良くしたいって思っちゃうんですよ。でも別にそういうのいいから焚き火みたいだけだからっていうやる気のないやつが見たいわけ、そう見てる側ね。なのでその頑張らなくていいですよっていうのをそのやる気のある人に伝えるの難しいんですよ。なのでやっぱり演出ってまともな人がいるとどっかに発生しちゃうんだと思うんですよ。 ね、ヨーグルトは値段によって味が全然違うというのを聞き最近150円ぐらいするヨーグルト買ったんですがいつも食べている120円のヨーグルトと比べると桁違いに美味しかったですこのようにものすごい高いお金をかけるとものすごい美味しいというものが他にあれば教えてくださいそんなに変わんないと思うけどなぁ古川圭佑さんがしゃべって食べてるような110円のしょうもないヨーグルトだったらまあまずいのかもしれないですけどある程度の値段を出したヨーグルトは大抵それなりに美味しいと思うんですけど、えー、値段で変わるのでいくと。 のワインとかじゃないですよね。きっと多分食べ物えっ、ー、とものすごく美味しい。だから食べ物かであればチーズじゃないですかね。 コンテっていうチーズが僕割と好きなんですけどパルメザンみたいなあのハード系の硬いチーズなんですけどそれがあの12ヶ月日本だと12ヶ月ぐらいとかで売ってるんですけど割と12ヶ月と18ヶ月で味が違っててで24ヶ月までいくとうまみが凝縮されるんですよね。チーチーーズズっっっててて硬いいいががなぜ美味しいかっていうととあののの水分分どどんどん減っていくとその分その タンパク質ののの部分っていうのが凝縮されるんですよねでチーズのうまみってそのタンパク質が分解されてアミノ酸になってそのアミノ酸の味なんですけどなのでその年が経てば経つほど割とその他の,あの水分の部分が減って凝縮された味になるのであと最近やってみて成功したのが美味しい牛乳ってあるじゃないですかあのえっと乳脂肪率が高くてホルスタインではない牛乳 あの、日本の場合って、あの、白黒のブチのあるホルスタインっていう牛乳が、あの、よく牧場で、あの、育てられてるんですけど、あれ、美味しくない牛乳なんですよ。あの、牛乳を売るときに、あの、乳量が多い方がた、あの、いっぱい、あの、売れるから、で、質をそこまでこだわらないっていうので、農協で売られてる牛乳っていうのは基本的にホルスタインなんですよ。 普段、うちの中央の実家もホルスタインだったりするんですけど、でもそのホルスタインって味としては別にそんなに美味しくないよね。ジャージー牛の方が美味しいよね。みたいなのがあって、茶色の毛のあるジャージー牛の、あの、ジャージー乳みたいなの書いてる牛乳あると思うんですけど、あれの方が割と美味しいっていうのがあって、で、乳式、乳脂肪分の多い牛乳を買って、で、それを凍らせてください。 完全に凍らせるとあのガチガチに凍っちゃうんですけど、半分の1ぐらい凍るぐらいで凍らせると、その牛乳の中の水分の部分だけが凍って、乳脂肪分の部分の濃度が上がるんですよ。なので、それを飲むと乳脂肪分の比率が高いめちゃめちゃ美味しい牛乳になるんですよ。 っていうのがあの最近こうあの結果としてなって、たまたま冷蔵庫に入れたら凍っちゃったんですけど、っていうのがあるので、なんでその美味しい牛乳を買って凍らせるっていうのを試してみてください。えー、僕のことはいいけど、僕が食べているヨーグルトをバカにするのはやめてください。古川健介さんが食べてるせいでバカにすることになったので、古川健介さんが食べたのが悪いと思います。なんであのバカにされたくないものは古川健介さんは手出さない方がいいと思います。ワインはグラスで買うって言うけど、どうも、えっと、ワインは、うこの今空いてるグラスで飲んでますけどこ、うこういう凄まったグラスが多いじゃないですか。 あれってそのワインから気化した匂いがそこに溜まるようになってたりするんですよ。割と薄いガラスでその持つと手の熱でそのワインが蒸発しやすくなって匂いが溜まりやすくなるとか。あと、その口が薄い方があの唇にこうガラスをつけた時の感触がそんなに違和感がなくなるのでワインだけで純粋に楽しめるとか。逆にそのビールのタンブラーであの土で作ってる陶器のやつとかだとちょっとザラザラするので その、ワインみたいな繊細なものより、ビールみたいなガツガツ飲むやつの方が、割と合ってみたいな。で、それだけ分かっていて、なんでそのグラスって言われると、大して僕、お酒に興味ないんでしょうね。ちゃんとしたグラスで飲めばいいと思います。はい。 美味しい食べ物、マウントのステーキの話大好きなんですが、美味しい飲み物、お酒マウントの話もあればお聞きしたいです。僕がビールを飲んでる理由なんですけども、ワインに詳しい人って世の中結構いるんですけど、ワインに詳しくなろうとするとものすごい出費がいるんですよ。例えばなんかそのまあなんかロマネコンティとか結構有名になりますけど、なんかそんな感じなの？有名なワインの。じゃあ、その78年ものの出来がいいみたいになると、その78年のものを飲むためにものすごい金額かかるわけですよ。ボトル。本 なんか10万円じゃ安い方で30万円とか50万円とか下手したら1本100万円近くするようなワインもあるわけですよでもそのワインに詳しいって言い張るにはそこら辺も飲んでないとあのワイン詳しくなれないんですよねでまあ僕も高いワインは一応飲んだことあるんですけどぶっちゃけそんなに味変わんないんですよね味がこなれてるとかはあるんですよなんか飲みやすいとかでただなんか30年超えると 美味しいというよりはなんか味がぼやけてるというかっていう感じでなんかそのコストパフォーマンスに合わない気がするんですよね。でビールって基本あの1瓶1000円超えることがほぼないので、まあ、ビールってあのまあすげえ特殊なやつだと3000円ぐらいのもあるんですけど基本まあ1本1000円以下で買えると。であのビールって長い間置けば置くほどまずくなるんで1000度が命なんですよ。 なので、あの基本的にそのいろんなビールをいっぱい飲むっていうのは、お金がなくてもできると。そのワインをいろんなもの飲むっていうのは、お金がないとできないので、なので、ビールの方が楽じゃねっていうのがあって、僕は割とビール派ですね。はい